どうもこんにちは、しおゆです。今回は2024年5月15日発売のジュースジュース18枚目のシングル東京ブラーないものラブお愛好を購入したんで、購入者特典とミュージックビデオの感想を合わせて紹介したいなと思います。よかったら最後まで見ててください。今回のシングル東京ブラーないものラブお愛好を購入した人には先着で店舗別オリジナル特典のプレゼントがありました。対象商品は初回生産限定版 ABC スペシャルおよび通常版 ABC の7種類となってます。特典の内容はタワーレコード、HMV、ツタヤ、ワンダーグー、新生堂、その他対象店舗ではショップごとに異なるデザインのオリジナルポストカードが特典になってて、楽天ブックスではメンバーソロビジュアル入りエルバンブロマイドが全10種類の中からランダムで、初回生産限定版 ABC は3枚、初回生産限定版スペシャルは5枚、通常版 ABC は1枚が入ってます。セブンネットショッピングではメンバーソロビジュアル入りアクリルチャームミニキーホルダーが全10種類の中からランダムで1種類入ってて、 Amazon では購入した商品と同じ絵柄のメガジャケが特典になってました。ではこれから購入した CD を開封したいと思います。私は今回楽天ブックスで通常版 B を購入しました。これ今箱から出したままの姿なんですけど、ここに特典のメンバーソロビジュアル入りエルバンブロマイドがマスキングテープで留められてました。で CD が届いた時にボーっとしてたんか、このマスキングテープ取ってしまって、実はどのメンバーが当たったのかっていうのを一瞬だけ見ちゃったんですよね。なんでもう剥がしちゃいますね。来てくれたのは、はい、リサチです。入江リサちゃんが入ってました。でこれは東京ブラ以上のブロマイドなんですけど、今回購入した CD のジャケットがないものラブのデザインやったんで、東京ブラ以上の何かが欲しくて楽天ブックスの特典を選んでみました。全部かけて GO とイニミニマリモの特典でもリサチが出てきてくれてたんで、何か見えない力を感じてます。そして今回も通常版のみにトレカが1枚入ってて、ソロ10種類と集合1種類からランダムということで確認していきます。あったね、誰が来るでしょう。いきます、3、2、1、はい、さくらちめっちゃ大人っぽい。このさ、この衣装のさくらちもう優勝しすぎてない？めっちゃ似合ってんねんけど、美しいですね。かわいい。はい、ということで東京ブラーないものラブお愛子の CD 開封でした。ここからはそれぞれのミュージックビデオと曲を聴いた感想をお話ししていきます。まずは東京ブラー、サムネイルが夢リアイでついに来た感がすごかったし、めっちゃかっこいいですよね。夢リアイが背中合わせで歌ってるだけで絵になるなって思います。この曲は作詞が山崎葵さん、作曲編曲がエリック・リボムさんということで、ジュースジュースがシティポップをカバーしてから好きな音楽ジャンルが増えたんで、オリジナルでシティポップ調の曲を歌ってくれてすごく嬉しいです。歌詞に注目していくと、弱気なガールの歌い方が好きすぎるし、クローゼット目いっぱいだけど着る服ないはめっちゃ共感します。感想でメンバーみんなが一列になってるところもかっこいいし、背景が黒くなってストロボが音に合わせてバシバシ怒ってるところもめっちゃかっこいいです。5つ星を手放して1番星を目指すのルルちゃんソロは、歌い終わりのニコってするところが可愛い、まあ、可愛いっていうよりかはチャーミングって言った方がしっくりくるかも。 M1 の特番でリサチが話してた、メジャーデビュー時のオリジナルメンバー5人を手放して自分たちで1番星を目指すっていう解釈もなるほどなと思いました。まあ、一言一句覚えてるわけじゃないから言葉のニュアンス違うかもしれんけど、で終盤に向かってのリアイちゃんのフェイクもめっちゃよくって、ラストは夢リアイで締めるっていうのも感動したし、アーリーラストシングルの中の1曲っていうことで、セットも衣装もメロンカラーが爽やかなミュージックビデオでした。次2曲目に入ってるないものラブ、ここ最近のシングルでメンカラと思わせてのメンカラじゃない衣装が多かったんですけど、やっと本物のメンカラ衣装が来ましたね。みんなおしゃれで似合ってるし、スタイリストさん天才です。個人的にカラフルなものが大好きなんで、ジャケットもないものラブバージョンを選んだんですけど、歌詞がスイミーさん、読み方合ってるかな、と作曲編曲が渡辺康さんで、また新しい曲調がおしゃれでかっこよくて、アーリーの声質が存分に活かされてる曲やなと思いました。アーリーの黒髪ロングも素晴らしいし、無敵状態の上村あかり様って感じ。石山さくらちゃんと遠藤あかりちゃんのさくりんごは印象的な長めのソロパートをそれぞれもらってて、ぐんぐん成長してますっていう感じがすごく良かったです。
リップシーンで背景のロッカーに過去のシングルのポストカードとかジュースジュースにちなんだステッカーとかが貼ってあって、1秒1秒止めて確認したいくらい遊び心が細かく散りばめられてるなと思いました。曲調がガラッと変わる感想が最初ちょっとびっくりしたんですけど、聞き込んでいくうちに馴染んできたし、ダンスがめちゃくちゃかっこいいですよね。唐突に現れるジャージ三姉妹もクスって笑えるし、今回のシングルの中では一番好きかもしれないです。最後3曲目に入ってるおあいこ、作詞作曲がつんくさん、編曲が平田翔一郎さんということで、久しぶりのつんくさん楽曲ですね。ありがとうございます。懐かしいハロプロソングって感じがしたんですけど、ラップから始まったのが意外すぎてびっくりしました。ミディアムバラードの卒業ソングっていうものが苦手なところがあって、実はミュージックビデオが公開されてからなかなか見られずにいて、メンタルが安定してて落ち着いてゆっくり見られる時にと思ってたんですけど、全然時間がなかったんで、逆に朝ごはんを食べながらのパッと食べてパッと動かないといけないバタバタな時間帯に見ました。それでもやっぱり込み上げてくるものがあって、メンバーが自然体な感じで話してるシーンとかずるくないですか？メンバーみんな私服衣装が可愛くて、特にいつもクールな装いのイメージがあるリアイちゃんが珍しくガーリーな感じですごく可愛かったです。ラストのアーリーがアドリブでルージャーにお花をブンって渡せるシーンがすごく良かったし、このシーンで泣けるなって人いっぱいいると思うんですけど、私はもちろん感動もあったけど、アーリーの笑顔につられて割とニコニコで見終わることができました。あのシーンがあって良かったなって思います。はい、ということでジュースジュース18枚目のシングル東京ブラないものラブおあいこのCD 開封会とミュージックビデオの感想でした。シングルのタイトルになってるのはこの3曲なんですけど、4曲目に Brilliance of Memories っていうアーリーのソロ曲も収録されてます。まだ聞いたことがないんでじっくり聞きたいなと思います。この次のシングルからアーリーの声がなくなるんかって思うとすごく寂しいです。寂しいけど一番星を目指すのルルちゃんの笑顔を見たら大丈夫だよって言ってもらえてるみたいで、メンタル保てそうです。それでは今回も最後まで見ていただきありがとうございます。また次の動画も楽しみに。バイバイ。